透明な部分を JPEG のまま保存してしまうと背景が真っ白になって透明なのがなくなってしまうので、透明な背景が。こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップで写真の取り込み方と保存方法について話していきます。今までフォトショップを使ってさらっと写真を取り込んだりさらっと保存してしまったりしてたんですけど、まだ一度も動画で話してなかったので、その内容を詳しくやっていきます。写真の取り込み方法は大きく分けて2種類あります。1つ目が基本的な取り込み方法です。そして2つ目はドラッグしてやる簡単な方法です。これは私もかなり使っていて、これが一番簡単だと思います。ではフォトショップでやっていこうと思います。ではまず基本的な取り込み方法をご紹介します。はい、ではフォトショップを開いていきます。フォトショップを開くと左側に新規作成と開くのボタンがあります。新規作成だとサムネイルとか決まったサイズのものを先に大きさをもう指定して、その後写真を取り込む方法です。その下にある開くボタンはもう写真をそのまま開いてしまうという感じです。今回は開くでやっていきます。では開くボタンを押して、で今デスクトップになってるんですけど、デスクトップにある写真が現れます。なので開きたい写真をクリックして、右下の開くボタンで開かれます。はい、そしてここが今背景になってるんですけど、もう1枚レイヤーとして写真を加えたいときにどうするかというと、このファイルを一回クリックして、その後下にある埋め込みを配置をクリックします。そうするとまたデスクトップの写真が現れるので、好きな写真を選んでクリックして配置をクリックします。そうするとここに配置されます。なのでここで大きさを変えたりすれば、2枚目のレイヤーとして、こちらが1枚目のレイヤー、これが2枚目のレイヤーとして現れます。これが1つ目のやり方です。では2つ目の簡単でドラッグするやり方をやっていきます。はい、ではまたデスクトップに戻ってきました。私の場合はデスクトップに写真が2枚ここにあるので、デスクトップからドラッグしていくんですけど、ファイルの中にある人はそちらのファイルを開いてドラッグする準備をしてください。ではまずこの1という写真をまずクリックしながらでドラッグしていきます。このドラッグ先はフォトショップで、ここに下ろす。そうすると勝手に写真がこういう風に入ります。そしてさらに先ほどのようにもう1枚写真をレイヤーのようにアドしたい場合は、一旦この左下の黄色のボタンをクリックして、で2枚目の写真をまたドラッグしてフォトショップに長押しすると、フォトショップがこういう風に反応するので、ここにまたドラッグしてまだ離しません。でここになったらようやく離します。そうすると2枚目のレイヤーとして現れます。もしこの2枚目の写真を他のタブとして開けたい場合は、このままドラッグしてここで離すと、このように2つ目のタブができて、それぞれ別に編集することができます。なので合わさることはありません。今のドラッグするやり方はパソコンによってはちょっとできないパソコンもあるかもしれないんですけど、私が使ってる Mac はできます。今フォトショップをこの黄色いボタンを押して小さくしてからデスクトップからドラッグして持ってきたんですけど、フォトショップの上にホルダーを載せてそっからドラッグすることもできます。ではさらっとちょっとやっていきます。さっきの2番を消して、ではここからホルダーを開いて写真を取り込みます。今デスクトップのホルダーを開いているわけなんですけど、この写真をまたドラッグしてここに落とすと、2枚目のレイヤーとして写真が取り込まれます。ですがもしもう一つのタブとして写真をアドしたい場合は、先ほどと同じようにホルダーを開いて、で2枚目の写真をここにドラッグするのではなく、上のここにドラッグして落とします。そうすると2つ目のタブとして現れます。はい、では次に保存方法をやっていきたいと思います。保存方法は大きく分けて2つあります。1つ目が写真自体を保存する方法です。それを書き出しと言い換えられます。で2つ目の保存方法がレイヤーも全て
保存する方法です。ではフォトショップでやっていきます。はい、ではまず写真自体を保存する方法です。では例えばこのレイヤー1がこんな感じで切り抜いた写真だったとして、この写真を書き出すとき、まずこの左上のファイルをクリックします。その後書き出しというボタンがあるので書き出し、そしてこの右に行くと書き出し形式があるのでここをクリックします。ちなみにこれのショートカットキーは Mac で言うとコマンドオプションシフト W です。そうすると一発で、今やってみようと思うんですけど一発でできます。コマンドオプションシフト W を押すと先ほどの手順が省かれていきなりこの画面になります。そうするとここに形式とあるんですけど、ここの形式によって保存方法が変わります。一番上から PNG、PING、JPG、JPEG、GIF、GIF、一番下が SVG です。で、一番写真を書き出しする方法だと JPEG が、この JPG の JPEG が一番基本です。で、この画質が 100% になっていて、これは 100% の画質という意味なので、全く縮小したりしていない状態です。この左の部分を見ると999KB になってるんですけど、この画質のサイズを 100% から例えば 80% にしたとするとここが半分ぐらいになるので、もし写真を軽くしたい場合はここの画質を変えるといいと思います。今回は 100% で書き出していきます。で、終わったら右下の書き出しをクリックします。で、どこに保存したいか、で名前をじゃあ JPEG の JPG で、で右下の保存を押します。はい、では書き出したものがこちらです。ではまず JPEG なんですけど、 JPEG は写真を書き出すときに一番基本な書き出し方法です。こちらが PING の PNG の写真です。背景をなくしたいとき、透明な背景にしたい時などに適した書き出し方法です。なので切り取った写真やラインスタンプを作る時も使える書き出し方法です。もしこの透明な部分を JPEG のまま保存してしまうと背景が真っ白になって透明なのがなくなってしまうので、透明な背景が欲しい時は PNG で書き出してみてください。で、次が GIF の写真です。この GIF、 GIF で書き出ししてしまうと写真の場合かなり粗くなってしまいます。なのでグラフやイラストなど書き出しをしたい場合におすすめです。256色しか使わなくてサイズも軽いので、ホームページのロゴやグラフなどに使うと便利です。最後に SVG です。これも写真にはあまり適していなくてテキストなどが一番使われています。なので写真で保存するときは、結果写真を写真らしく書き出したいときは JPEG で書き出すようにしましょう。はい、では2つ目のフォトショップの作業を保存する方法をやっていきます。はい、ではこの写真を使っていきます。ベタ塗りのレイヤーに、その上に切り取りの写真のレイヤーを重ねたものです。このレイヤーすべてを保存する方法です。ではまず最初にファイルに行きます。そして別名で保存をクリックします。でどちらかに保存するんですけど、私はじゃあパソコン上に保存するのでパソコンに保存をクリックします。そして名前をフォトショップで、大事なのがこのフォーマットです。フォーマットを必ずフォトショップにするようにしてください。でレイヤーもチェックマークが入っていることを確認してください。そして保存をクリックします。でここも OK をクリックします。では一回これを閉じます。で先ほどのこのフォトショップ photoshop.psd をダブルクリックすると先ほどのレイヤーがすべて残った状態で保存されていることが確認されました。はい、では今回はフォトショップで写真を開く方法と写真を保存したり書き出したりする方法をご紹介しました。開くのも保存するのも簡単じゃんって思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。